このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは。今日は奈良時代の貴族、和気の清麿を紹介していくよ。和気の清麿は聖徳天皇の怒りに触れて、刑罰として和気部の北名麿という名前に改名させられた時期があります。姉の和気の広虫も、多くの孤児を養育したことから、保育の神として信仰されています。祀られている主な神社とご利益を紹介するよ。豪雨神社では、健脚、病気怪我平癒。和気神社では、食難除け、開運祥福、のご利益があります。第48代聖徳天皇が寵愛する僧侶、東京を天皇とすべしという神託が、九州の宇佐神宮に下ったという噂が立った時に、清麿は宇佐神宮に実際に赴き、噂を否定しました。この行動は聖徳天皇の希望に沿わなかったため、清麿は大隅の国に左遷されますが、聖徳天皇が崩御して、第49代後任天皇が即位すると中央政界に復帰し、死後は天皇家の危機を救った忠義の神として神になりました。清麿を主祭神として祀る豪雨神社に残る伝説には、清麿は怒った道行によって足の腱を切られ、歩けなくなったそうです。しかし、大隅の国に下る途中に宇佐神宮に参拝したところ、足の怪我が治癒した上、300頭のイノシシが出現して、道行が放った刺客から清麿を守りました。この伝説にちなんで、清麿は足腰の健康や病気怪我の回復のご利益が高い神様として、信仰を集めています。さらに、清麿が直面した困難にちなんで、豪雨神社では職場での問題を除けるご利益がある、職難を守りを授与しているのも要注目です。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。